神の手は、作家であり、現役師である、草壁用の小説。2008年9月から2010年3月まで、北日本新聞、東欧日報、日高新報、長崎新聞、宇部日報、南新州新聞、福島民有新聞、省内日報、北鹿新聞で順次連載され、2010年5月27日に NHK 出版から単行本の上下巻が、 同時刊行された。さらに2012年5月9日に、検討者から文庫本の上下巻が同時刊行された。末期がん患者に安楽死を施した医師、白川、その事件を追う新聞記者、東、安楽死の法制定を推進する団体に所属することになった医師、3名。3人のそれぞれの視点から安楽死の必要性や問題点を浮き彫りにすると、 共に、法制定に絡み医療会、正解で巻き起こる陰謀に翻弄されていく様を描く。誠実な苦痛に苛まれる末期の、肛門癌患者である翔太郎と、看病のため憔悴しきっている、おばの秋子から懇願され、医師の白川は秘密裏に安楽死を実行する。だが、翔太郎の死後、今まで何度連絡しても聞く耳を持とうとしなかった、翔太郎の母親の安代が、 勝手に安楽死させられたとクレームを入れ、さらに告訴にまで持ち込んだ。刑事、平野の必要な取り調べが続き最終的に白川は安楽死を認めてしまうが、起訴後、検事の下に召喚され行ってみると供述書は書き換えられており、不起訴処分になったと告げられる。安楽死法の制定を画策しているジャマの任意味が、裏で検察に圧力をかけた結果だった。その後、 新見はマスコミを利用し、白川を、油断を下した医師として祭り上げ、世論は安楽商人に傾く。臨時安楽死法調査会の立ち上げや球隊、依然とした全日医師会の解体など法制化に向けての動きは、着々と進んでいく。焦りを感じた安代は白川を呼び出し、白川に、個人的に恨みを持つ、看護師の西田から聞き出した10年前の医療ミスのことをちらつかせ、 安楽死否定の声明文をテレビで読み上げることを約束させた。同時に参議院議員のアサイの提案により同じ番組内で公開延命治療を行うことも決まる。公開延命治療は最初のうちはうまくいったものの途中で患者の容態が急変。無理な延命治療をやめるにやめられないまま患者は悲惨な状態で死亡。テレビ放送は 最初の解放に向かうところまでにしようということになり、白川の声明文読み上げもキャンセルになる。だが、浅井は放送中に突然包囲し、無理な延命治療の結果のひどい最後をばれ、安楽死の必要性を訴え始めた。無情な延命治療を行った医師として、マスコミから求断された大塚は、祖師連の代表理事を辞任し、その後自殺してしまう。また、 その頃、ジャマの親睦と、意思統一を図るためのセミナーでは、柴木によるブロイラーを使った死の実演、製薬会社の村尾による安楽死専用薬、ケルビムのプレゼンなどが行われていた。ここで、ニーミと全日医師会から離脱した、ハリトの勢力争いも表面化していくことになる。その後、ジャマでの地位獲得のためニーミの弱みを探っていた、金子が死に、不穏な空気が、 一気に加速する。白川は医療の第一線を退き、3名が進める無意村の診療所の医師へと転職する。新見にことを唱える者たちが次々と行方不明となったり不審な死を遂げたりする中、安楽司法は議会を通過し、制定が確定した。新見もまた自身のスクープが暴露され行方不明となり、その後遺体となって発見される。 しばきも後を追うように死亡。残された三名が邪魔の実験を握ったものの、望んでいた医療者権理員の議長の座は、突如官僚の一人に内定してしまう。沢渡源玄二次に行くが、沢渡源玄は自身のエゴでしか物事を考えておらず三名は衝撃を受ける。半年後、安楽死線用薬ケルビムは世界中に広まっていた。ケルビムのおかげで、 それまでの死は恐ろしいもの、苦しいものという概念が覆され、安らぎと解放のイメージがつけられた。日本では未だに安楽死のパイオニアとして扱われている白川は安楽死のフォーラムで講演をする。その帰りに若い医師たちが患者なんて素人だから、いくらでも安楽死に誘導できると話しているのを聞き、愕然とする。果たして安楽死法制定は正しかったのか 白川は暗淡たる気持ちでシンポジウムの会場を後にする。IB 試験官である石村清則は作家が現役の医師であり、しかも終末期医療の専門家でもあるので、物語自体が非常に臨場感に満ちている。フィクションであるにもかかわらず、安楽死の是非を問う現在の実情が巧みに反映されていると評した上で、 安楽死の是非を深く追求していこうとする主人公の白川と作者の草株の問いかける課題はあまりにも思いが決して避けては通れない問題であると語っている。2019年6月23日からワウワウのドラマ W 枠で毎週日曜22時から23時に放送された。前5回の放送で初回はノンスクランブル放送。主演はチーナキッペ平。 日本では認可されていない安楽死の処置を末期がん患者に施した医師が安楽死法制定をめぐって政財界の陰謀との戦いを繰り広げていく様を描く。ありがとうございます。